皆さんこんにちは、今回はポスチャー編をやっていきたいと思います。前回ね、グリップ編でこういうグリップになったらこういうミスが出るよとか、そういったことをね、まあお伝えしたと思います。なので今回はね、このポスチャー、姿勢とかに対してこういう姿勢になっちゃったりとか、こういうポジションになってくるとこういうミス起きるよと、であとはこれはねすごいスイングにも重要になってくるんで、まあ、あのスイングで悩んでる人、これポスチャー直すとすごくスイングも変わってくるんで、ぜひ参考にしてもらいたいなと思います。まず一番多いのが、必ずセットアップした時って右手が下になるんで、それに伴ってね、右肩下がる、おへそから頭のてっぺんまでの背骨のラインが右に傾くっていうのが基本になってくるんだけど、この傾きがどうしても入りづらい人たちが多いです。まあ、なぜかというと、やっぱり斜めでボールを見るっていうのがすごい慣れてなくて、平行にまっすぐとか真上とかから見たがっちゃう。なのでこう見ちゃう人たちが非常に多いんですよ。傾きではなくて、傾かないでまっすぐ向いちゃう。そうするとまずこのエラーが起きるとどうなるかって言ったら、これね、傾かないことによって足のラインや腰のラインに対して肩のラインだけが左を向いてきます。こうなってくるとこの姿勢からテイクバックが始まるとアウトに上がりやすい、プラス肩も回りづらいで、カットに入っちゃう、鋭角に入っちゃう、アウトサイドインっていうスイングパーツになっちゃうのね。そうするとボール左に出る、それを嫌がって肘を抜いてスライスが出るみたいなね、こういうミス、あれこういうミスがまずちょっと起きやすいですね。インサイドから入りにくいってことですか？入りにくい。だから抜けが悪くなると効率悪くなるじゃないですか、ね、まずはしっかりと、まあ極端なインではないんだけど、緩やかな適正なインサイドから入るために、まずはお腹のてっぺん、お腹から頭のてっぺんまでのこの背骨のラインは、まあ軽く傾く。まあどれぐらい傾くかっていうと、まあ合掌した時にはこれど真ん中で傾きないと思うんだけど、傾きないと思うんだけど、右手のこの指の長さ分、この指の長さ分ね、ずらしてあげる。そうすると右に、右肩下がりますよ、その分ね。その程度の傾きだっていうふうに認識してもらえればいいです。だから極端にすごい傾きを入れるとかっていうわけではないんですね。右手が下にある分ちょっと傾くよっていう、その程度にしといてください。まあこれをすることによってきちんとインサイドから、緩やかなインサイドから入ってきて、適正な角度でクラブが抜けていきやすいです。で2点目、まあこれはね、個人差っていうよりも、まあみんなどっちかに分かれてるんですけど、 S ポスチャーと C ポスチャーって言ってます。これどういうことかっていうと、 S ポスチャーっていうのは背中がすごいこうやって反っちゃう人で、3点目がこうやって C ポスチャーになっちゃう人、2点目の S ポスチャー、反っちゃうとどういう風な動きになりやすいか、適正な前傾角度がなくなります。正しいものがこのぐらいの前傾だとしたら、反っちゃうってことは胸が起きてくるので手元も浮いてくるし、すごいこう形的にもあまり良くないです、うん、でこのエスポスチャーの人たちの特徴はトップポジション、オーバースイングになりやすい。オーバースイング、右への傾いた軸がトップポジションに行くことによって
左に傾く、リバースパイアングルとかリバースピボット、あとはオーバースイング、そういうことが挙げられます。なのでこういう動きになっちゃうと、どうしても戻すまでに、戻すボールの距離までが長くなっちゃうので再現性が悪くなってくる。でプラス回転よりも腕の運動量が上がるわけだから、すごいこうまともな回転で戻してくると腕が振り遅れるんですよ。でそこを補うためにすごい手を使わなきゃいけなくなってくる。手打ちになっちゃうんですね、はい、手打ちにもなりやすいです。でタイミングが合わないので、意外とこう結構しっかりこう振ってる割にはボールが飛ばないです。まあ僕もね、どちらかというとそういう傾向になあったっていうね。なので早いうちに直した方がいいかなと思います、これはね。そうすると、まあ、最初はね、なんか物足りない感じがするんですよ。トップのポジションがこんな上げてた人が適正になると回らない、上がらないわけだから、そうするとタイミングも合いづらくなったりするんだけど、まあ起こり得るミスの一つとして、まあそこは考えておいてあげて、少しずつでもいいからタイミングを合わせるようにとか、そういう努力をしていくと、まあ小さなスイングアークでもミート率が上がって距離がしっかりと出始めます。3つ目の C ポスチャーなんですけど、さっきの S ポスチャーと逆です。もうかなり丸くなります、うん、トップに行くまでに上がらないです、うん、上がりづらい。そうなってくると何が影響してくるかって言ったら、上がりづらい、トップまで行かない、なので手の力、腕力でボールを飛ばそうとするしかない。要するに距離が出ないんですよ、しっかり回転してないから。 C ポスチャーも手打ちになりやすいです。でそうなってくるとやっぱり年齢とともにね、改善していかないと距離がどんどん落ちてくる、うん、そこをね、しっかりと分かった上で C ポスチャーをまあできるだけフラットの形に持っていくと。そうするとね、回転がものすごく回りやすくなります。効率いいスイングになりますね。はい、じゃあまずね、クラブを、まあ、どっちがヘッドでもいいのでこうやって持ちます。腰骨あたりぐらいにクラブシャフトを当てて、そして姿勢を崩さないように腰を後ろに引きます。ぐーっと軽くお辞儀する程度で、この時のミスしがちなのはこうやって頭下げちゃう人たちが多いから、頭下げないで、まあ、この時に高いとこ見てるといいと思います。でここから少し、ほんの少しだけ膝出すんだけど、膝を出す時に腰のポジションが前に出ないようにちょっとだけ出します。この時の膝の出し方は折ったり曲げたりじゃなくて、もう膝がほんの数センチちょっと前に出るぐらいです。でこの時のバランスは左右均等の前か後ろかで言ったらちょっと前、母子球の方です。でこの姿勢できたらクラブを握っていくと。でこの時にできる限りグリップを 見ながらじゃなくて高い位置、まあここだったら松の木のてっぺんぐらいを見ながらグリップを握ってあげて、そしてゆっくり下をの下に頭をこう落としてあげる。まあ顎をちょっとこう引くような感じかな。あんまり引きすぎるとまた背中が丸くなるんで、もうボールがちょっと見えたところでストップでいいです。まあ最近よくなんか僕丁寧にとか一つ一つ確実にとかって言ってるんだけど、アマチュアの方たちのやっぱり苦手なところはこういったところをざっとやっちゃうところ。やっぱり上手くなる人たち、プロゴルファーの人たちのすごいところはこういったところを確実に丁寧にやっちゃうところ。しかも何回も繰り返してリピートすることがすごく大事なんでね、ぜひこれ見てくださってる視聴者の皆さんもね、ずっとっていうわけじゃなくてもいいから、まあ
最初の練習のスタート前の5分間とかそういったところでこういう姿勢の問題とか姿勢の確認とかそういったのをチェックするようにしてみてください。